皆さんこんにちは。いつの時代も芸能人について回るのがスキャンダル。一般の我々の感覚では大したことないようなことでも、イメージを第一とする芸能人にとっては時に致命傷になることも少なくないのは過去の事例が物語っています。今回はそんなスキャンダルな瞬間を撮られた芸能人や昔のヤバい写真が何らかの理由で世に出てしまった芸能人たちを紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。西野七瀬さんは元乃木坂46の1期生で、現在は卒業を延期した白石麻衣さんと並ぶ選抜の顔として大変人気のあるメンバーでした。2018年末で乃木坂46を卒業後も女優やタレントとして活躍しているので、知っている方も多いのではないでしょうか。在籍中もほとんどスキャンダルが出ることはなかったのですが、2018年5月19日の週刊文春ライブである記事が報道されました。2018年から遡ること2年前の2016年4月にワイルド系の男性ディレクターと西野さんの自宅で夜を明かしていたとされるものです。また別の日に同じ男性が西野さんの自宅に5時間ほど訪れたとされるものでした。2016年当時の取材時に突撃インタビューもされており、西野さんにもインタビューをしています。この中で一緒に食事をしたことについては認めたと言われています。結局文春が報じたのが2年以上経ってからのことで、現在は関係が終わってることなどからあまり大きな話題にはなりませんでしたが、真実は闇の中となりそうです。もちろん人気メンバーに対しての文春報でしたので、内容の真偽よりも文春への批判が相次いだのは言うまでもありません。確実な写真が抑えられなかった部分もあったので、さまざまな噂が出た結果、西野さんの枕営業なのではという噂話まで出る始末でした。松村沙友理さんといえば乃木坂46の中でもトップクラスの人気を誇るメンバーの一人です。またキャンキャンのモデルとしても活躍しており、女性人気も高いメンバーです。松村沙友理さんのスキャンダルといえば乃木坂46の中では最大ともいえる既婚者との路中写真やデート写真を文春に報道されてしまった過去があります。2014年に週刊文春が松村沙友理さんの自宅マンション前で集英社に出勤する30代の既婚男性とのキス写真を報じたことで大騒動になります。2014年頃の乃木坂46といえば知名度はまだまだでしたが、活動が軌道に乗り始めた頃で、乃木坂46の生駒里奈さんと AKB48 の松井玲奈さんとの交換留学が行われたのもこの年のことでした。もちろんこの騒動で炎上したのは言うまでもありません。松村さんは騒動後に出演したラジオ番組で謝罪と釈明を行います。その中では相手にナンパされて名前も知らず酒を飲んで酔っ払った勢いでキスに及んでしまったなどとし、男女の関係ではないと断言しています。ですが写真を見る限りの親密度や文春の追加取材などから判明する事実関係などから、本人の釈明内容は到底納得できるようなものではなく、火に油を注ぐような結果となりました。その後運営からの処分が課されるものとファンは考えていましたが、運営側の見解としてはラジオとブログで本人が謝罪を行っているのでこれ以上の処分は課さないと発表がありました。今回の騒動の内容や大きさから考えると、過去最大級の問題であるにもかかわらず事実不問とされたことでファンの間ではさらに紛糾し、松村さんへのバッシングも加熱してしまいます。その後も松村さんは表舞台で選抜メンバーとして活躍を続けたために、現在もくすぶり続ける状態となっているようです。指原莉乃、現在はトップバラエティタレントとして圧倒的知名度を誇る指原莉乃さんですが、このスキャンダルがまさに今の指原さんを作ったと言っても過言ではないと言えるかもしれません。 AKB48 の5期生としてデビューした指原さんは当初はヘタレキャラとして徐々に人気を得ていきます。しかし2012年6月15日放送の AKB48 のオールナイト日本で、その週発売される週刊文春に過去にファンと付き合っていたとされる記事が出ることに対しての謝罪と釈明放送になります。週刊文春に記載された内容は付き合うまでの経路はもちろん、その期間にやり取りしたとされるメールや画像の内容まで記載されていました。当時はその言葉は存在していませんでしたが、現在でいうところのリベンジポルノにあたる行為を元交際相手にされたようなものでした。2009年には別れていたらしいですが、この騒動を受けて当時 AKB48 の総合プロデューサーでラジオに一緒に出演していた秋元康さんから処分として当時結成されて間もない HKT48 へラジオ放送日から移籍を言い渡されました。実質左遷という形となりましたが、これまでレギュラーとなっていた番組等は
継続されていたことから逆に注目を集める結果になり、指原さんの人気が AKB48 グループ内だけでなく全国的な人気になっていくことになります。ちなみに指原さんとのスキャンダルを売った元彼ですが、当然指原さんのファンやネット民に特定され、脅迫や嫌がらせを受ける結果となったのは言うまでもありません。自身のスキャンダルをチャンスに変えて爆発的に飛躍した珍しいパターンと言えるでしょう。武井絵美、2018年にEXILE、 TAKAHIRO さんとの間に女児が生まれて、現在は仕事に復帰されている武井絵美さんですが、中学時代の写真が流出したと言われています。 TAKAHIRO さんとの交際が発覚するまではオスカープロモーションの若手の稼ぎ頭で、当時はゴリ押しといえば武井絵美と言われるくらいに所属事務所からの強烈な売り出しがあった女優さんです。武井さんは中学卒業までは地元の名古屋で暮らしていましたので、その時の写真だろうと言われています。また写真を見る限りでは武井さんはおとなしい印象を受けますが、実はそうではないとも言われています。実は地元名古屋ではいろいろと悪い方面で有名だったとも言われています。もちろん都合が悪いことに武井さんが言及することはないと思われるので、真相は闇の中となりますが、噂は消えることもないでしょう。夏目未来、夏目未来さんといえば朝の情報番組朝ちゃんの元メインキャスターが有名ですが、もともとは日本テレビのアナウンサーとして将来を嘱望されていました。2007年に日本テレビに入社した夏目さんは当時アナウンサーのタレント化の象徴のような存在で、声優活動や歌手デビューまでするアナウンサーでした。もちろん本人がやりたかったことなのかどうかは怪しいとは思いますが、とにかく日本テレビの力の入れようもわかる待遇でした。そんな売れっ子アナウンサーへの道を歩んでいた夏目さんにスキャンダルが降りかかります。日本テレビアナウンサーとしてまさに売り出される中の2009年に写真週刊誌フラッシュに当時付き合っていたとされる彼氏との熱愛写真が掲載されました。もちろん大人の女性が男性と交際することは全然問題ではありませんし、売り出し中のアナウンサーであってもそれは同じです。ですがそこに掲載された写真の中でベッドで彼氏とされる人物と寄り添い合う写真や避妊具を持っている写真が掲載されていたのです。当然大人の交際なのでそういったこともあって不思議ではないし、それで非難されることは普通ありません。しかしテレビ局の売り出し中のアナウンサーであるという肩書きを考えると、イメージの悪化は避けようがなく、その後は猛烈なバッシングを受けることになってしまいます。この流出事件ですが、付き合っていた相手男性が別の女性との交際トラブルを抱えており、その女性からの嫉妬で週刊誌に人手を伝って持ち込まれたのではないかと言われています。夏目さんに一切非はないのに、とばっちりでプライベート写真が流出してしまったわけです。佐々木希、2018年に一人目の子を出産した佐々木希さん、2022年11月17日には第2子の妊娠も発表しています。出産後は一度仕事に復帰されていますが、子育て優先のゆったりペースの活動の様子で、第2子妊娠とのことで今後はさらにゆったりになりそうです。そんな佐々木さんといえば秋田出身の秋田美人とのイメージが湧きますが、流出した過去の写真はそういった世間のイメージとは程遠いやんちゃな写真だと言われております。流出した写真はプリクラで詳しい時期まではわからない様子ですが、地元秋田県在住の時のものなのは間違いないようです。写真ではタバコらしきものを加えていますが、これだけではヤンキーだったかどうかまでは確定できるものではないので何とも言えません。写真を見る限りではヤンキーというよりはギャルの感じがしますね。写真はプリクラの2枚だけですが、秋田時代の武勇伝については数多くネットで見つけることができます。真偽のほどは分かりませんが、同じ中学の同級生から聞いた話でかなり詳しく記載されています。カリナさんといえば長身の美人モデルとして有名で、さらにカリナさんを含めた3人姉妹全てがモデルということでも話題を集めていました。当時女性を中心に人気の高かったカリナさん、2014年3月25日発売されたフライデーに衝撃の写真が記載されます。実際に掲載された写真を掲載するにははばかられるので加工済みの写真が掲載されていました。なんと交際相手とのベッド写真が流出してしまったのです。デート現場とかならまだしも、あまりに生々しい現場写真であったために大騒動になります。詳細によると写真は2012年のハワイへの語学留学の時のもので、クラスメートの誕生日パーティーに参加した際に泥酔した彼女が当時付き合っていたとされる彼氏との事後に爆睡したものだと言われています。撮影したのはそのクラスメートの誰かだと言われています。カリナさんに結婚が近いかもという報道があった後に奈落に落とすタイミングでの掲載でした。
結局カリナさんもリベンジポルノの被害者となってしまったわけです。さらに彼女が不幸だったのは当時のワイドショー等でこの写真を無加工のまま放送されたらしく、もはやお嫁に行けないレベルの騒動になってしまいます。もちろんカリナさんからこの騒動が語られることはないでしょう。真実がどうであれ蒸し返すことで傷口を広げることになりますので、沈黙するのが最善だろうと思われます。有村架純さんといえば現在は誰もが知る若手女優さんといっても過言ではないですが、芸能界デビューは10年以上も前の2010年まで遡ります。ブレイクのきっかけは2013年アマちゃんでの小泉今日子さんの回想シーンでの出演となりますが、その同じ時期にジャニーズの有名グループに所属していたメンバーと熱愛写真が流出します。有村さんのお相手は平成ジャンプの岡本圭人さんでした。フライデーに記事が出たのは2013年8月2日に発売されたもので、掲載写真は同じ年の3月頃に撮影されたものだと言われています。写真に写る2人は両人であることは間違いなさそうですが、例のごとくなぜこの写真が流出したのかは不明のようです。これから売り出しをしていきたい若手女優とすでにトップアイドルグループの一員の熱愛報道となれば、両事務所の立場からすれば好ましくない状態であっただろうと思われます。写真掲載当時のそれぞれのファンの反応ですが、やはりジャニーズ絡みになるので賛否両論あったのは言うまでもありませんが、美男美女カップルであったことから好意的に捉えた人もいたようです。もし現在の立場での熱愛発覚だったらどうなっていたのか興味が湧くカップルですね。菅野美穂さんはブブカ2004年7月号にて菅野さんと岡田義則さんの温泉お忍びデートが掲載されてしまいます。2人の仲の良さがうかがえる写真が何枚も掲載されているのですが、写真を見ても分かる通り両人はカメラを持っていませんので、誰か別の人が撮っていることになります。ですがこの旅行はプライベートなので普通に考えれば第三者がいるはずがありません。100歩譲ってどちらかの家族ぐらいしかこんな写真が撮れるはずもないんですが、そうなるとそこまで近しい人が写真を流出させるのかという別の疑問が湧いてきます。今持っても誰が撮ったのかという点では謎だらけの写真になります。他にも浴場と思われる場所でも菅野さんと岡田さんのツーショット写真も掲載されています。いかがでしたでしょうか。自分たちの好きな芸能人の活躍する姿はどんどん見てみたいですが、今回のようなスキャンダルは発生してほしくないし見たくないのが正直な気持ちですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。